アストワット型は、スピーカーの位置形式である。ケルトン方式、チューニングダクト方式とも言う。市販スピーカーシステムのエンクロージャーは、スピーカーユニット後方を密閉した箱で囲い、後方に出る、逆症の音を遮断する密閉型と、スピーカーユニット後方を共鳴口を開けた箱で囲い、ヘルムホルツ共鳴器とし、後方に出る、逆症の音を利用して、 低音を増強する、バスレフ型の2方式が主流である。いずれの方式でもスピーカーユニット前面から出る音は、そのまま放射される。バスレフ型で共鳴口から放射される音は、共鳴周波数以上では、スピーカーユニット前面から放射される音と同章だが、共鳴周波数以下では逆章となり、打ち消し合うため、特定の周波数以下で急激に低域が減衰する。 アストワット型は、バスレフ型の前方に当たる側も箱で囲ったもので、やはり密閉された箱で囲う方式とヘルムホルツ、共鳴器とする方式とがあるが、どちらも、アストワット型と呼ばれる。いずれもバスレフ型では、スピーカーユニット前面から放射されていた広域が、遮断されるので、共鳴周波数付近のみの再生となり、サブウーファーとして用いられることが多い。 高調波歪みも遮断されるので低歪みとなる。バスレフ型の前方に当たる側を密閉された箱で囲う方式では、バスレフ型で発生する打ち消しが起きないため低域の急激な減衰がなく、共鳴周波数を中心としてなだらかに加工する特性となる。バスレフ型の前方に当たる側も、ヘルムホルツ共鳴域とする方式では、 前後の共鳴周波数が同じだと共鳴音動士が逆称となり打ち消し合うため共鳴周波数はずらす必要がある。低い方の共鳴周波数以下と高い方の共鳴周波数以上が急激に減衰するが、その間の帯域を平坦に再生できる。ありがとうございます。